misty memories. No use for the past. Thank you.
一気に攻めるぞ。Yes.
見てみろ。これすげえな。なんてありさまだ。ほら。お、お、おい。なんだよ。あいつ生きてる。おい、お前。他は？お前だけなのか？名前は？所属はどこだ？カイム・アラゴナー少尉、魔装歩兵第17小隊長。よく無事だったな。さ、こっちだ。ほら。本当によく無事だったな。まったく、信じられん。引き上げるぞ。登場。彼女は第43魔導師団所属、セス・バルモア巡洋。あなたと同じ、無傷で生還されたのです。お二人とも奇跡としか言いようがありませんよ。上位はここで降りてくれ。うん。評議会が生存者に話を聞きたいと言っておられます。バルモア順位はどうぞそのままで。私も生存者よ。評議会はアラゴナー上位のみ召喚しているのだ。おかしな話ね。さあ
こっちだ。あんたなんだろ、不死身の兵士ってな。第17小隊といや前線だ。ウォール高原のど真ん中にいたはずだ。小惑星をまともに食らって無事で、それがこうしてピンピンしているとは。少尉、自分も不思議であります。自分たちが助けたのは爆心地から遠く離れたところにいた数名の同胞のみ。しかしそれとて皆重傷を負っております。信じなければいい。評議会を前にそんな態度は許されんぞ。教えてくれよ、どうやって生き延びた。
魔導産業革命。世界に突如として新たなエネルギーが満ち始めたのは30年前のことだった。それを人々は魔導力と呼んだ。元来は万物に宿る微小な力に過ぎなかった魔導力が、なぜこんなにも強く膨れ上がってしまったのか、誰も知る者はいないまま、魔導力は人々のあらゆる生活に変革をもたらし、産業の形態を変え、戦争の形態さえも変えていった。関東の連中が停戦を申し入れてきたそうですな。しかり、あれほどの兵士の大量投入、関東の兵力のほとんどが失われたというではないか。この戦争、もとより奴らが仕掛けてきたもの、引くのは当然のこと。膨大な兵力を失ったのは我がウーラ軍とて同じだ。壊滅的打撃を受けた今、もしゴッツァが襲ってきたら、我が国を守る術はないぞ。カントの侵略行為を裏で糸を引いてるのはゴッツァだとまことしやかに言われておるな。カントの背後にゴッツァがいるとして、その根拠は？ゴッツァから大量の武器がカントに流出していることが確認されています。おそらくはカントを使って我がウーラを揺さぶり、かく乱を招こうとのゴッツァの策ではないかと。では小惑星の落下もゴッツァの計り事か？それについては閣下、気になる情報が。小惑星の落下はバウスの海に建造中であるグランドスタッフの暴走に起因するとの見方があります。グランドスタッフ？何やら不穏な話も聞かないではないが。はい、魔導力が流出し彼方の空間に干渉したがゆえにこの惨事を招いたのではないかと。ガンガラ。は。グランドスタッフはお前の管轄、何か言うことは？何も。何を根拠にかようなことを。グランドスタッフ建造は順調に進んでおります。ウーラ軍が壊滅的打撃を受けた今、グランドスタッフがもたらす魔導力以外に我が国を守る術はないと私は考えている。グランドスタッフの是非は現在の世界の情勢を見てから判断しても遅くはなかろう。もっともな話だ。だが魔導力はもろ刃の剣、さまざまな噂が飛び交っている今、グランドスタッフの建造を凍結するというのも一つの選択だ。凍結ですと？一時的にだ。小惑星とグランドスタッフの関連がないと分かれば直ちに建造を再開する。どうだガンガラ？Thank you.
官の捜査。ご苦労だった。ご苦労だった。私はロクシアン、ウーラ中央評議会議長だ。ウォール高原での小惑星落下では、ウーラもカントも生存者。ほぼ落下地点にいたと思われる。そのように無傷だ。何か話を。いいだろう、話せ。ありがとうございます。それはますます興味深い。知って、クシの魔導とはいかん。わからない。なんだそれは。魔導をかけた覚えがないだと。この男、記憶を。恐れながら閣下、この魔導を聞いただけで死を。人の死は自然の摂理、それに逆っているのだからな。が確かに不死の男だと確認した上で匿名を受けたい。閣下、ガンガラ、もはや隠し立てならぬ。建造については魔導力に一任してきたが、現場限りは建造の再開を。はブランドスタッフ。との通信が途絶えて久しい。魔導力による危険を考慮。もう一人いる。ウォール高原にもう一人いた。不死者だ。バルボアトリ。よかろう。ただ議長が
探してよろしい。ガンドスタッフに暴走の可能性が高い。ガンガラより管轄を当評議会に移譲すべきではないかと思う。議長、ガンガラはアラゴナ省で調査が完了するまで屋敷に置き監視下に置きたい。いかがかな諸君。やむを得んでしょうな。では決とする。Thank you.
い眠りとともに、ハイムの夢が目覚める。夢、これはカイムの過去なのか、今のカイム